筒香、やばい。こちら筒香選手の打席結果、うんちとなっております。138キロだけど実質155キロくらい伸びがある球なんやろな。もうこいつをイシックスにあげろ。速いストレートは苦手やからね。ストレートをフェアゾーンに打ち返せない3億円バッター。ボールの違いとか言ってる場合が。工夫はやてにようこそ、一緒に野球をやろう。もしかして詐欺師なんかこいつ。大谷ならこれ全部ホームランにできそう。まあ筒香は速い球に弱いからね。ピッチャーめっちゃコントロールええやん。こんだけ四隅に投げられたらこのスピードでもきついよ。アンダースローでこれなら手こずるのも仕方ないやろ。2軍で若手に蓋をする筒香です。まあオイシックス投手普通に良いからな。オイシックスの僕やは普通にいいピッチャーや。打てる球ないやん、真ん中投げてこいや。速い球には弱いけど遅い球に強いとは言ってないからセーフ。当たりの当て馬としてはちょうどええやろ。さっさとあげたれ。まだ時差ボケやねん、許してあげて。マイナー生活を冷めたピザでしのいだ男や、問題ない。守備もできない走れないやつとって何がしたいんだ。佐野が一人増えるだけやん。マイナーで何もしてなかったんやな。ふてくされて引きこもってたのか。ご視聴ありがとうございました。